さん、こんにちは、ハンさんです。今回は男子禁制の動画です。ありがたいことに10万回再生、ありがたいことに10万回再生を突破しました。まあこれを見てる男性の方はここで動画をストップしていただいて、女性の方だけご覧ください。今回は GU のインナー&下着を紹介していきたいと思います。動画でブラを紹介するのは初めてなんですけど、まあブラといっても健全な動画なので、普通にあ私も買おうかなっていう参考になればなと思います。私あんまり GU でお買い物普段しないんですけど、ネットで GU のヒートテックみたいなインナーが可愛いっていう記事を見て、今回 GU に行ってきたんですが、皆さん GU でお買い物すること多いと思うので参考になればと思います。では早速紹介していきます。まずインナーから紹介していくんですが、こちらです。今回私が紹介したかったものなんですが、なんかね、今までユニクロのヒートテックは買ったことがあって、幼稚園児の時とかよく着てたんですけど、これはなんか GU のヒートテック的なもので、 GU ウォームベースワイドネック T というものになります。本当は私ここまであるのが本当は好きなんですけど、8部しかないということで今回 M サイズを買ってきました。私肩幅があるので S じゃちっちゃいなと思って、でこちら990円で購入できます。こんな感じでね、結構なんかいろいろこだわってるもので、では開けていきます。はい、こちらね、皆さんただのヒートテックだと思ってる方いると思うんですけど、違うんですよ。なんで私が買いたかったかと言いますと、じゃーん、見てこれレースになってるんですよ。可愛くないですか？今見たけどさ、結構大きいね、こう幅が。でもまあ肩幅結構あるからいいかもしれないけど、確かに L じゃなくてよかった。なんかインナー売ってる時とかってハンガーとかに引っかかってちょっと見本が数枚置いてたりするんですけど、これだけサンプルが置いてなくって、どういう素材か分かんなかったんですけど、すごい私の好きなこのテロテロな素材ですね。なんかピターってするやつが私あんま好きじゃないんですけど、こういうテロテロな素材だったらすごいいいですね。今着てるようなこういうニットの中にこれ1枚着るだけであったかいし、学校とかでも制服のワイシャツの中にとか着るのもあったかいと思います。でやっぱりこう体育の時間とかでちょっと脱ぐ時とかに、なんか普通のヒートテックだったらダサいとか、あと袖から見えるヒートテックダサい問題があると思うんですけど、肩がこうずれ落ちちゃった時はレースが見えるし可愛いと思います。体育の授業で着替えるっていう時とか、更衣室とかでもこういうレースならちょっと可愛くないですか？なんかちょっとセクシーな感じ、普通のヒートテックよりは全然可愛いと思います。こういう感じの柄になってて、でこれ白とグレーっぽいカラーと黒がありました。私はよく着るこういうニットとかそうだし、上の服とか黒が多いので、だから一番私は黒がいいなと思ったんですけど、まあ洋服に合わせてっていう感じかな。でも黒が多分人気なのかな。なんかグレーとか白は結構在庫置いてあったんですけど、黒はなくてお店の方に奥から出してもらったので、ぜひ買ってみてください。なんか去年もあったらしいんだけど、去年はもうすごい人気すぎてもう全然買えなかったらしくて、でも今回は在庫が多く作ってるのかあるみたいなので、ぜひ探してみてください。なんかいろんな種類があって、なんか普通にここ V になっててちょっとレースのもあったんですけど、一番これが可愛いなと思ったのでこれを買ってみました。後で着てみたいと思います。これから冬の時期になるし絶対いいですよね。これめっちゃ可愛いし、あったかいからいいと思う。で続いてがこちらになります。さっきのものはカップが付いてなかったんですけど、こちらはカップ付きの、まあ、ブラトップですね。ブラフィールレーシータンクトップになります。こちらはさっきのものに比べてお値段がちょっと高くて1490円になります。今回 S 買ったんですけど、こういう感じですね。でこれは他の色もあったんですけど、白可愛いなと思ったので買ってみました。なんかこういうタンクトップになってるもの、いろいろたくさん出てると思うんですけど、レースのがやっぱ可愛いじゃないですか。これは夏とかでも全然いいと思うんですけど、今カーディガンとかの中にこういうの着てちょっとチラ見せとかあると思うんですけど、この時期でもまあ
使えるような便利なタンクトップです。これカップが付いてるのでこれ1枚でめっちゃ楽だなと思います。これなんか後ろのブラホックのタイプのだとなんかちょっと苦しいじゃないですか。なのでなんか体育の授業とかつけてらんないよっていう人とかはこういうブラのタンクトップだったら可愛いし楽だしいいと思います。普通のブラトップタンクトップにカップが付いてるものも結構GU ユニクロ着やすいものが多くて私も持ってるんですけど、でもこのレースのタイプのものはねちょっと可愛いなと思って買いました。いろんなお洋服屋さんでこういうのよく売ってるけどやっぱ結構高いじゃないですか。2500円はまあ安くてもするし、でもこれ1490円なんでめっちゃ安いなと思って買ってみました。男子禁制なのでちょっと中まで見せるんですけど、中はこういう感じのねベージュのカップになってます。なんか別にこうカップの盛るものが入ってるとかはないんですけど、普通にまあスポンジ的な普通のカップですね。でこれ下がこういう感じになってて1枚なんか薄く素材がこういう優しい肌触りのものが入ってて上にレースが入ってるっていう感じですね。なので毎回更衣室の話するんですけど更衣室とかで着てても可愛いかなと思います。はい、というわけでちょっと着て紹介してみたいと思います。コミュニティガイドラインに引っかからない程度に紹介していきます。はい、着てみました。結構ねピタッとはしてるんですけどこの生地が嫌な生地じゃないので別にいいかなと思います。上になんかモコモコしたりとかいろいろ着るとゴワゴワになるからこうピタッとしてる感じの方がいいのかなと思いました。でレースだからやっぱ大人っぽいですね。で今回見えるかなと思ったのでこうちょっと他のレースのものが映っちゃってるんですけど、まあ、これは中に着てるもので本体はこんな感じですね。なんか肩にも乗せられるけどなんかオフィシャルっぽく着る感じでも可愛いのかなと思いますね。レースのやつをちょっと下げてみたんですけどこういう感じで結構デコルテが綺麗に見える感じかなと思います。可愛いインナーですね。あったかいし可愛いって最高だなと思うのでぜひ皆さん買ってみてください。1点目はこんな感じでした。はい、じゃあ2点目も着ていきたいと思います。はい、2点目着てみました。はい、着てみた感じこんな感じです。レースがこんな感じになってます。すごい可愛いですよね。ここがしっかりあるのでキャミソールとか細いのが苦手な人でもこうなんか肩から落ちにくいと言いますか、ここのレースもすごい可愛いと思います。これはちょっとジェラピケですけどこういうカーディガン着たらちょっと見える感じの、なのでまあ北海道ではちょっと寒いですけどカーディガンの中にこう見せてチラ見せする感じでも可愛いと思います。はい、というわけで今回は GU のインナーそしてブラトップを紹介してみました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら少しでも女の子の参考になってれば嬉しいです。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますのでよかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。前回のブラ事情の動画もまだ見ていない方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。